車のこのエッペラーですね。レッツエンデボードサイクロンマグナム、お願いします。おー、気持ちいい。どうなる、ミニ四駆のことなら何でも聞いてください。マスター上田です。どうも、ミニ四駆歴6年大ひろみです。よろしくお願いします。今日はですね、なんと8月の28日に発売されるレーザーミニ四駆の第1弾、はい、ロードスプリットを今日はなるべく早くお見せいたします。え、いいんですか。はい、え、本当に、え、こちらです。え、ちょっと待って待って、え、急にドラこちらです。え、かっこいい。実物だと全然また違いますね。このフロントの部分見てください。これも初めて見ましたよ。そうなんです。今までで、ね、一番特徴的なポイントなんですよ、はい、実は、うんうん、フロントとリアについているこのクリアのパーツ、うん、これがこのレーザーミニ四駆のポイントです。かっこいい。フロントにこの2本突き出てますけども、おこれはですね、はい、フロントスタビライザーといいます。マシンがこう走っていった時にカーブで傾いてるんです。接触してフォースアウトしづらいという機能が盛り込まれています。え、これかっこいいだけじゃないんですね。そうなんです。後ろには2つパーツが付いております。お、付いてますね。ハイトローラーというところで、はい、厚みがあるんですよ、ローラーに。ハイトローラーは当たる面積が面で当たるので、うんうん、安定しやすいんです、コーナリングの時に。これが最初の時点で。そうなんですよ、ついてるんですね。さらに、さらに後ろにエアブレーキも標準装備されています。うわ、え、本当だ。開発では、はい、リアブレーキを自分で後でつけるんですけど、うんうんうん、これは最初からしっかりと効く形状に専用設計されたものがついています。うわ、めちゃくちゃかっこいい。触っていいものですか。はい、じゃあ1回だけお願いします。1回だけめちゃくちゃ嬉しい。世界初ですよ。見るだけなんですか。いや、今日実際に走らせます。え、いいんですか。わーい。わ、かえちゃんが、え、いいんですか、はい、ありがとうございます。うわー、ドキドキ。じゃあスイッチレディーゴーお願いします。はい、3本から行こう。はい、レディーゴー。あ、いいじゃないですか。え、安定してるね。安定してるね。グロープのところが光ってる。おー、登れましたね。こうなるのも、うん、え、リゾーありますね。おー、おー、びっくり、ね、よかったでした。え、今募集走りましたけど、うん、スピードも全然落ちてなかったように見えましたよ。そうそうそう、スムーズにね。あと、コンサート全然しないじゃないですか。そうなんですよ。さっき言ってた、ここも聞いてたんですかね。これはね、うん、ちょっと目視では簡単できない。スローとかで見るとね、うん、ああ分かると思います。でも絶対聞いてたってことですよ、うん、うわー、すごいな。え、モーターもノーマルですか。そうです。ノーマルなのにこんなに速いんですか。そうなんですよ。やっぱどうしても速くするとこうマシンが不安定になりがちなんですけど、うん、それをちゃんとサポートしてくれるパーツがついている。しっかり今走ってて見て本当に思ったのが、安定性を眺めてくれてるんだなって。会長、このロードスプリット、はい、歴代のミニ四駆の中でも、はい、最速の仕上がりになってるんですよ。え、最速、うん、本当ですか。そうなんです。実際にそれを検証してみたいと思います。検証、さあマシンを持ってきます。わお、レーサーミニ四駆ダッシュ4クロのこのエンペラーですね。エンペラー。そしてこのレッツエンデボード、あ、サイクロンマグナム、この2台を持ってきていますので、サイクロンマグナムこれで今日はちょっと走り比べをね、え、してみたいと思います。このレジェンドたちとってことですか。そうなんです。だってこれ4クロのマシンじゃないですか。で、これ5でしょ。
今までの主人公の歴代レジェンドマシンですよ。これ先輩をね差し置いて勝っちゃってもね困るけど、大ちゃんはレジェンド4の世代でもあるからやっぱりじゃあこれ、はい、サイクロマグナムかな。私はこれでいきます。早いですね。これでじゃあ、じゃあかえちゃんこの2台いいんですか、はい、レジェンドマシンとこれ2台とも、うん、ノーマルですか。ノーマルです。あ、じゃあ全部ノーマルマシンの対決ですね。ついてるから、はい、安定しているからマシンがブレにくいんで、はい、スピードがそのままキープされるんですよ。歴代のミニ四駆の走りを見ながら、はい、ボールのスピリットに注ぎ込んでると。うわ、え、なんかそれグッときません。歴代マシンが進化して今このレーザーミニ四駆が誕生したんですね。そうなんです。うわ、なにそれなんか最終的にめちゃくちゃ感動するやつじゃないですか。いや、私も早く欲しいです。上田さん、はい、このレーザーミニ四駆ロードスピリットいつ発売なんですか。8月の28日の土曜日です。うわー、28日、うん、もう間もなくですね。はい、なんとさらに、はい、8月28日土曜日、うん、ロードスピリットの発売を記念して、うん、公式チャンネルで、はい、なんと生配信を行います。やったー、え、楽しみ。どんなことやるんですか。今日ですね、お届けできなかった情報、さらにはプレゼント企画、そして豪華ゲストが登場しますよ。え、すごい、これは見逃せないですね。皆さんも見逃さないためにぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。またですね、いろんな質問があると思うんですけれども、その質問などはぜひぜひ下のコメント欄でコメントしてください。待ってます。それでは行きますよ、うん。